男の子ならよかったのにって自分の親に言われたことはありませんかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチです親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います今日のテーマは子供を傷つける毒親の言葉22戦ですで本日はねさっきも言うときます本日は親の立場としてこの放送を聞くのではなくて えー、自分が子どもの時に戻って子どもの立場として自分の親はどうだったかなという観点で、えー、聞いてくださいそしてご視聴くださいということですどうでしょうかあなたの親はどこ親ですかはいえど、ー、こ親ですと答えられた方もいやどこ親じゃないかなって答えられた方もいるとは思いますでそもそもどこ親っていう言葉がどこ、えー、親とはまるだっていうね、えー、心理学で定義されてる用語はなくて いわゆる過干渉であったり過保護暴言暴力ネグレクトなど子どもの人生に悪影響を及ぼす子育てを行う親を指す言葉であると言われています。 あのー、スーザン・フォワードさんという、ね、アメリカの専門家、まあ、心理学の専門家の方がいらっしゃってその方が毒になる親という本を書かれてその中で、まあ、毒親というふうに、ね、表現されて一般的にこの毒親ということは広まったんですけれどもどうでしょうかこの自分の親が毒親かどうかを知ることってね、あのー、とても大事なんですよ。とても大事なんですよでこれまでの放送にもお伝えしてきたように、えー、っと自分がされて嫌やったことっていうのを嫌なんですよ。 嫌なんだけれどもそれを知らず知らずの間に子供にやってしまうことがあるんですねそうその毒親それ暴言であったり暴力であったりネグレクトであったり過干渉であったりね、えー、先回りしてヘルプしてしまうそういうような関わりっていうのがね連鎖してしまうんですよ知らず知らずの間にでその連鎖してしまうのはなぜかというと人生脚本ですよ 人生脚本ずっと言ってる通り自分の親との関係性の中でねこの世界でどうやって生きていくのか人とどうやって付き合っていくのか。 とかね、自分というのはこういう人間である、えー、物事の善悪の判断幸せとは何か成功とは何かなどなどの価値観であったり信念であったりこうすべきああすべきっていうねそういうべき思考っていうのが作られていくそれが人生の脚本なんですねで僕たち私たちはその人生の脚本に従って毎日を生きていて人生脚本に従って子供を育てているってことなんですよなので子供との関係性を変えたりとか 今の子育ての問題を解決したいのであれば子供を何とかしようではなくて,ではなくて自分の中にある人生脚本を見つめ直すことが大事なんですよそうそしてその人生脚本は自分の親に言われた言葉であったりされた行動によって出来上がっていくんですねなので今回はね、えー、子供を傷つける毒親の言葉22銭と いうふうにね、メ、え、イ、ー、を打ちまして、メイを打ちましてで合ってます、えー、というタイトルでね、えー、こんなこと言われてませんでしたかとか、こんなことされてませんでしたかっていうことを紹介します。あこんなことあったわ、こんなこと言われたわっていうね、その背景の中では、中にはね、 孤独感であったり寂しかったであったり悲しかったであったり辛かったっていうあ,あの当時言葉にできてなかったことあ言,葉っていう言葉であったり思いっていうのがあるはずなんですよその思いや言葉を、ねえー、大人になった自分が聞いてあげるということこれが 人生脚本を緩める自分の中の。自分の中にあるね、こうしなければいけないという思い込みであったり、見えない鎖を緩めるためにも一番大事なことなんですよ。一番大事なこと。そう、言葉にでき,なできてなかった寂しさ、悲しさ、つださ、ね、そして、イイライラ立ち。そのような感情であったり、感覚であったり、思いっていうのを、えー、見つける。それが今回の、えー、動画の目的になります。 なので、この動画を聞いていて、痛いなぁであったり、辛いなぁであったり、苦しいなって思うこともあると思います。で無理せず聞いてください。でちょっとあまりにもちょっと辛いなと思ったらもう消してください。消してください。であの全然耐えられるなって思う範囲であればね、えー、聞いていただいて、あ こここんなこと言われたあんななとと言言わわれれたたあだから私は自分の意見よりも他の人の意見を大事にするようになったんだなとか親に認められるために完璧にしなければいけないってい考えができたんだなとかそのままの自分ではダメなんだっていう価値観はあの時に言われたあのセリフから来たんだなっていうそのいわゆる原体験が見えてきます。 見えてくると、えー、子のの時の自分を癒すこともできますのでででそういいいっったた意味で、ねえー、今回のの動画を使っていただければ幸いです、えー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねあと概要欄見ていただいたら、えー、と自分の人生脚本を書き換えるための26本の有料の講義動画の一部が 届きます。受け取れますので、えー、そちら概要欄からチェックしてみてください。あとね、緩、えー、める子育てって、これ実際本にもなってます。本にもなっていて、今回のね、えー、この放送の内容も、そちらの本から一部、えー、抜粋して紹介させていただいてますので、えー、そなんだろうな、親に対するわだかまりであったり、もやもやがあるんだ。 いうことであったり自分の親にされたことを嫌やと思ってても子供にやってしまうなどなど子育てにおいて何かしらこう解決したい問題がある方であればぜひこの緩めの子育て手に取っていただけたら何かしらの、えー、助けになるんじゃないかなと思ってますので、えー、概要欄からチェックしてみてくださいはいそれでは早速始めていきましょう子供を傷つける毒親の言葉22選あもう一度言いますね今回は 親の立場として聞く自分がこんなことを親子供に言ってないかなとかそういう目線で聞くんじゃなくて、ね、自分が子供の時に戻ってあ子供の時こんなこと言われ,て言われたわとか言われてないわとかそういう子供の立場で放送を聞いてくださいはい、えー、それではいきましょう分のあなたのために言ってるのよどうですかあなたのためなのよって こんな厳しくし言ってんのも、こうやってね、しつけしてるのも、あなたが困らないように、あなたのために言ってるのよ。だから言うことを聞きなさいみたいな感じで、あなたのため、あなたのためっていうことを縦にね、えー、自分の価値観を押し付けてくる。このようなことはありませんでしたかあなたのために中学受験した方がいいって思ってるのよとか、あなたのためにあの友達とは遊ばない方がいいって言ってるのよとか、あなたのためにやめといた方がいいって言ってるのよ。ね、前も失敗したじゃない。 あの時もダメだったじゃない。悲しむことになるよ。辛いことになるよ。失敗するよ。みたいな感じで、あなたのためっていうことを傘にね、自分の言いたいこと、自分の価値観を押し付けてくる。これは、えー、典型的などこへの特徴の一つです、あのー。あなたのために言ってるのよではなくて、えー、どういうふうにいいのかということをちゃんと具体的に話してほしいですよね。どのようにいいのか。 ね、どのようにか。それに対して、僕はこう思う、あなたは、私はこう思うっていう、その意見をちゃんと聞いてほしい。うん。で、選択させてほしい。選ばしてほしい。決めさせてほしい。もちろん意見は聞く。でもそれは意見であり。ね。意見であり、決めるのは私。そうさせてほしい。って思ってませんでしたかどうですかあなたのために言ってるのよって言われると、言い返しにくいじゃないですか。ね。その善意,善意がね。 あ,のあるので、あの善意も表面的には善意じゃないですか。あなたのために言ってるの、善意でしょだから、なんかね、それを無限に,でき無限にしにくいんですね。なので、言い返せないから、なんとなくそれを聞かないといけないんじゃないかなとか、そういう思いになってしまう。自分がやりたいこと、言いたいことではなくて、親の言うことを聞かないといけないんじゃないキリキリ聞かないといけないんじゃないかなって思ってしまう。それによって、ねえー、自分がやりたいことではなくて、周りの期待に応えてしまうようになる。ね どううでしょうか。このようなこと言われていませんでしたか、はい、もしあればねあこんな時に言われたなとかあんな時に言われたなとか、えー、そ,それを言われた時にあなた自身がどう思ったそういうことをねちょっと言葉にしてみてもいいんじゃないかなって思いますそう当時でき自分が言えなかったことを大人になった自分が聞いてあげるそれだけでも緩むんですよそれだけでも緩むんですはい子供を傷つける毒親の言葉22分の2 あんたも親になってみればわかるうわね大人になったら分か,か,か,、ね、かるからとかね働いたら分かるからとかねえー、親の気持ちをもっと親の気持ちをもっと分かれとかどうですか親の立場になって考えろみたいなこと言われてませんでしたあんたも親になってみれば分かるいやじゃなくてね今分かるように説明してくれっていつか分かるからじゃない今分かるように話してくれって。 対話をしようぜって私はこう思う、僕はこう思うって言ってるんですよ。それ言って、それに対して、あなたはどう思うって聞いてるんですよ、親に。でも親、親はね、あんたも親になってみれば分かる。いや、じゃなくて、な僕が言ったこの意見に対して、どう思うかをちゃんと言って、で、僕に決めさせて、どうそんなんなかった私に決めさせて、親になってみれば分かるじゃなくて、ね、そう言われたら、な子供の自分がね、ダメなんじゃないかって。 子供扱いされたってことで、なんかまだ未熟な人間として思われてるんじゃないかであったり、信頼されてないんじゃないかって思ってしまう子もいますよね。うん。僕は信頼されてない。私は信頼されてない。子供扱いされてる。一人前の人間として認めてもらえていない。どうでしょうかこんなこと言われたことありませんか子供を傷つける独用な言葉22分の差。お姉ちゃんなんだから。お兄ちゃんなんだから、しっかりしなさいとか。 弟に優しくしなさいとか弟に譲ってあげなさいどうですか上の子上の子なんだから我慢しなさいみたいなメッセージをかけられたことありませんお姉ちゃんなんだからしっかりしなさいとかねちゃんとしなさいとか下の子の面倒見なさいとか、ね、譲ってあげなさいみたいなねいやお姉ちゃんなんだからじゃなくて私には私の気持ちがあるし言いたいこともあるしやりたいこともあるんだって お姉ちゃんなんだからじゃなくて、ちゃんと妹と同じように接してほしい、愛してほしい、構ってほしい、そういう気持ちはありませんでしたでしょうか。ね、お姉ちゃんなんだからじゃなくて、ちゃんと私の気持ちを、ね、聞いてほしかったし、ちゃんと話し合いがしたかったし、ちゃんとね、えー、自分を一人の人間として認めてほしかった。 なのに、お姉ちゃんなんだから、言いたいことも言ったらあかん。言いたいこと言ったら、わがままやとか言われるし、自分勝手やとか言われるし、ね、しっかりしなさいって言われるし、いや、しっかりしなさいじゃない。じゃあ、具体的にどうしてほしいのか言ってほしい。言いたいこと言ったらだめなんですかやりたいこと言ったらだめなんですかずっと妹のせいはしないとだめなんですかお姉ちゃんだったら、しっかりしないといけないんですか弱音を吐いてはいけないんですか毒上の言葉、22分の4。 そんなことしてないで〇〇をしなさい。ねいつまでも遊んでないで勉強しなさい。そんなことしてないで早くこっち来なさい。いつまでそんなことしてるのみたいな。自分が楽しいと思ってることやりたいと思ってることをやってる時自分にとって大切なことなんですよそれは。ね大事な時間なんですよ。それをそんなことしてないでっていう過小評価する。大したことではないって扱われる。 自分が好きなことを無下にされた感覚、ね。自分が好きなことを好きって言ったらダメなんですか自分が楽しいと思ってることを楽しいって思ってやってたらダメなんですかそれって価値がないことなんですか自分の楽しいことを、自分が好きなことをやること、その気持ちは価値がないことなんですか自分の感情、この感情は価値がない、無意味なんですか親が感じてほしいように子供は感じないといけないんですかいつも笑顔でニコニコしないといけないんですか そんななことしてていでって私がこれににとととっってて私私ここれは価値あることなんです私がこれが価値あるって決めることそれはダメなんですか親が親にとって意味のあること親にとって価値のあることしかやってはいけないんですか ?22 分の5文句があるなら自分でやりなさいどうでしょうかこんなこと言われたことありませんか文句があるなら学費を自分で払いなさいとか。 ね、言いたいことがあったりやりたいことがあるんだったら自分でお金払えよみたいな。いやいやいや。お金ないやん。働,働かれへんやん。勉強せえって言いながら働きなさいってどういうことお金ないのに。それって言い換えれば、ね、親の言うことを聞きなさい。親に口答えするなっていうことと一緒よね。文句があるなら自分でやりなさいって。自分でできないから。自分に今お金がないから、ね、お金がないから頼んでいるのに。 文句があるのは自分でやりなさい。それはどんな時にも親のやり方でやり、親の言うことに従いなさい、親のやり方でやりなさいって言ってるってことですか文句があるのは自分でやりなさい。いやいやじゃなくて、文句がある、文句ではなくて、自分は意見を言ってるんですよ。こうこうこうしたいっていう意見なんですよ。これはこうこうこうだからダメだと思って意見なんですよ。意見を言ってるので、あなたの意見を聞かせてください。そして対話をしてください。 その対話をできなかったっていうのが僕は結構あるんで、そういうね、話ばっかりになってますけど、前半部分はね、言いたいことが言えないとかね、親,の口親に口答えしてはいけないみたいな、ね、そういう話になってるけど、どうですか、そういうこと言われたことある文句があるなら自分でやりなさいって。いや自分でできる状態じゃない、できる立場じゃない、お金がない、そういうできる状態じゃないから、ないから言ってるのに、そ分かってるのにできないって、お金を稼ぐことできないのに分かってるのにそれ言ったら、何も言い返せへんや。 な僕は言い返しましたよ。そんなんやったら学校辞めるって言いましたよ。だから学校辞められることが親にとって辛いことっての分かってたんで、ね。世間体を気にする親からしたら、大学を中退するってことはあってはならないことでしょ。なので、そんなこと言うたら、そんなわがまま言うたら、学費自分で払えって言う,言うてくるでしょ。言ったら、いや、そんなんやったら学校辞めるわって言い返しましたよ。学校辞めるわって。って言ったら、父はむすっとして。 もうやめろって父は言うんやけど、それむすっとして。でも母は絶対そんなこと言うせへんから、いや、そんなこと言わないでって言って、僕を守ってくれるっていうね、そういうことをやってたんですけど、大学の時はね。じゃなくてね、ねちゃんと対話ができる関係性っていうのを作ること大事じゃないですか。もちろん子供には子供の意見があって、そしてそれがね、も,しもちろん経験不足から、えー、経験不足だから、ね、えー、体験不足でもしかしたらあの考えが足りていない部分はあるかもしれない。それは、じゃあ具体的にどこが足りてないのかとか。 どんな考え方があるのかっていうことをちゃんと教えてくれたらよかったのに、ね、対話してくれたらよかったの文句があるなら自分でやりなさいピシャッと締められて何も言えないはい子供を傷つける毒用の言葉22分の6どうして風なんか引くのどうして風なんか引くのまま仕事があるのにどうして体調悪くなるの前も風邪引いたでしょって体調が悪くなった時風邪引いた時にそういう 否定すするるような言い方をするこれをされるとどうなりますかそうなんですよ、あのー。風邪をひいたらダメなんだ。体調が悪くなったらダメなんだってなってしんどいときでも無理するようになる。ね、風邪をひいていて、えー、頭が痛い、お腹が痛いときにでもへっちゃらなふりをする、ね。いつも元気なふりをするということ。ねえー、暗い顔をしていたらママを悲しませる。体調悪くなったらママに叱られる。そうなったら。 風邪をひいていてもしんどくても無理して頑張ってしまいますよね。そうするとどうなりますか本当に倒れちゃうよ。<laughs> ね、風邪をひくであったり体調が悪いっていうのはもう限界のサインじゃないですか。限界を超えてしまったら心も体も壊れてしまいますよ。休む時には休む。休むっていうのは大事なライフスキルですよ。限界ですっていうこと、助けを求め,てる,求めることは大事な生きる力なんですよね。それを教えてあげることが大事なのに、どうして風邪なんかひくの 風邪なんか引いてはいけませんしんどい、しんどいそもりを見せてはいけませんってなると助けを求めることができないし助けてって言えなくなるそうですよね子供を傷つける毒親の言葉22分の7なんでお兄ちゃんのようにできないのうわねこれ逆もあるよねなんで弟できてんのに年上のあんたができへんのみたいなね、あるよねどうですか ここんなこと言われなかったなんでお姉ちゃんのようにできないのとかなんでお兄ちゃんのようにできないのとかそんな比べられるようなことありませんでしたかねこれはね、悲しいですよねっていうのもできないものはできないんですよ。スキルがないからできないんですよ。ねだからスキルを高めるための練習をし,なし,してないからできないんですよ。仕方ないじゃないですか。練習をしたらできるんですよ。なんでできないの何で英語を話せないのって。英語を話すと練習をしてないからできないだけなんですよ。ただそれだけなんですよ。 なのに人格を否定するようなことを言う。ね、お兄ちゃんなのにあなたはできないの、ね。苦しいですよね。辛いですよね。これを言われると、自分はダメな人間なんだ。ね、自分なんて価値がない人間なんだ。努力をしても無駄なんだ、ね。能力がないダメ人間なんだって思い込んでしまって、自己否定してしまい、えー、自己肯定感が下がっていったり、ね、自分に自信がなくなってやりたいことでも一歩踏み出せなくなるということですよね。自己肯定感、そして自己効力感が下がっていく。そして無価値感ですよ。 自分なんてやっても無理なんだ。自分なんて価値がないんだ。いわゆる学習性無力感。そういうふうに無理なんだ。無駄なんだ。やっても無理なんだって思うと努力しなくなる。努力しないから成長しない。成長しない自分を見て、ほら、やっぱり自分はダメなんだと。となって、どん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 自己肯定感が下がっていくということですね。人格を否定しない。誰かと比べない。特に兄弟と。大事ですよね。毒用の言葉、22分の8。誰のおかげで生活できてると思ってるの ねえいや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 、今それをするね、生活費を稼ぐってことができないから、それはできないですよ、子供は。それを言われたら、何も言い,かせ言い返せないですよ。ね親に感謝せえってことじゃないですか、これは。親に感謝せえ、親を上前とか、親の言うことを聞きなさいっていうことで言ってるんでしょ親にもっと感謝せねこの恩知ら,恩知らずがみたいな、そういうメッセージじゃないですか、えー。じゃなくて、じゃなくてね、いや、それを言われたら、本当に何も言えなくなるよねって。 もちろんあなたのおかげですよ。あなたが仕事をしてくれたから、お金を稼いでくれたから、私は習い事もできるし、学校にも行ける。それは分かってるけど、だからといって、私には私の気持ちがあるし、私には私の考えがある。それも尊重してほしい。だってそれは私そのものなんだから。それを否定されると、自分で自分のことを肯定できなくなる。誰のおかげで生活できてると思ってるの。これ言われると、生活、生活できない自分で生活できない。自立できない自分のことを責めてしまうよね。 22分の9。どうしてちゃんとできないの、ね、ちゃんとしなさいしっかりしなさいどうですかそういうこと言われたことありませんこれもね、ちゃんとできないっていうのもそこ、その能力がない、足りていないからなんですよ、単純に。能力っていうのは技術、練習すれば身につくんですよ。ね、もちろんそれは、早く身につく子もいれば、そうでない子もいる。 もちろん、そのね、えー、才能があるかないかも関わってきます。ただ、練習したらできるようになって、今、それが、スキルがないからできないだけなんですよ。その子がダメだからできないんじゃないんですよ。そのスキルを身につ,く身につける練習が、練習をしていないからできないだけなんですよ。なのに、どうしてちゃんとできないのって、いうその人格を否定するようなことを言われると、悲しいです。苦しいです。それで、自分のことを否定してしまいます。ね、どうしてちゃんとできないのではなくて、 こここれをややるためにこんなことやっっててみようかって具体的にどうして欲しいのかっていう具体的なことを伝えてくれた方がいいですよね。こういうふうに具体的に、えー、どうして片づけできないのではなくてあこの本はここの本棚に直そうねって具体的に何をしたらいいのかっていう行動を伝えた方がいいですよね。はい子供を傷つける毒親の言葉22分の10そんな子に育てた覚えはありません。 なそんな子に育てた覚えはありませんって言うんやけどそんな子っていうのはあなたが描いている理想,理想の子供だよねってこんな風になってほしいってでそれを願うのは勝手なんだけれどもそれ通りに生きるかどうかは私が決めることよねとね、えー、成績優秀で将来お医者さんにし,したいその願いもわかる。 願いは分かるけれども、お医者さんになるかどうか、ねえー、学力をちゃんとつけるかどうかは私が決めることよね。あなたの思い通りに育,育てば丸。そうじゃなかったら×。そうなると、そうなるとね、ね常に常に親の顔を入れがかかって、自分がやりたいことではなくて、親の期待を読み取って、自分の意見を殺して、自分の気持ちを殺して、人の期待に沿う、そう,そういう人生になってしまう。自分塾ではなく他人塾。 自立ではなく、誰かに依存して生きるようになる。そのような生きづらさをあなたは与えたいんですかってことでしょ。親に言いたいのは。ね。はい。22分の11。親孝行しないと罰が当たるよ。ね親に感謝しなさいとかね。えー、この親、恩知らずかとか言う,言うてきたりとかね。まあそこら辺ですよね。親孝行しないと罰が当たるよ。そ、その なんだろう考えを植え付けられているから親と距離を置きたいと思っても親と離れたいと思ってもいやいやいや親孝行をしないといけないとか親に寂しい思いをさせてはいけないとか親に感謝しないといけないっていうふうになってそういう親に対する憎しみであったり親に対して優しく接することができない自分を自分で責めてしまうんですねそれは親孝行しないといけないっていうそういう間違ったルールを親に植え付けられているからです 親にやだから親に優しくできない自分を否定してしまうんですよね。自分で自分を否定すること以上につらいことってありますないっすよね。自分で自分のことはもうだめなんだって自分のことを否定して自分の人生を諦めてしまうそれ以上につらいことはないですよ。はいということで後半戦いきましょうか子供を傷つける毒親の言葉22分の12あんたのせいで仕事ができなかったとか 「あんたのせいで好きなこと諦めたのよ」とかあんたのた「あんたにいくらお金使ってると思ってるのよ」とかなんか恩気せせまししくく言うてくることありませんでしたかねえいやいやいやあんたのせいじゃなくて「あなたがそれを選んだんでしょ」って私のせいにしないでと。ねわたあ私は私に幸せになるからあなたはあなたが勝手に幸せになってくれたらいいよねって。 私があなたの思いどりに動いたら幸せになるとか、ね、そうじゃなくて、あなたの期待に添えなかったとしても、あなたはあなたの人生を生きてくださいと。私は私の人生を生きるから、あなたと私、親と私、子供にちゃんと境界線を引いてね、あなたはあなたで幸せになって。私はあなたの期待に応えられるかどうかわからへんから。応えられなかったとしても、あなたはあなたでハッピーに暮らしてほしい。 私はあなたの期待に応えないといけないってなると私もあなたも苦しいよね。で、私はあなたの期待に応えるために生まれてきたわけじゃないしあなたの夢を叶えるために生きているわけではない。私は私が幸せになるために生まれてきたし生きてきたんだよ。私が,私が幸せになるのを許してって言いたくなりませんはい、子供を傷つける毒液の言葉22分の13。 言うこと聞かないと置いてくよね。ありませんかこんなこと言われたこと。ね。えー、公園で遊んでてね、えー、もう時間だよって言って、あもうそれでも、言うこと聞かへんから、その言うこと聞かへん子供に、言うこと聞かないと、もう置いてくよとか、えー、スーパーでね、えー、おかしかっておかしかってって言って、ウェンウェンって泣いた時にね、いや、もうわ、わがまま言わない置いてくよっていうふうに言ってしまう。ね。これ、置いてくよって言って、実際は置いてかないんですね。 ってなるとね、置いてくよっていうメッセージと、置いてかないっていう行動にギャップがあるよね。これダブルバインドっていうんだけど、言ってることとやってることが違うかったら、子供は何を信じたらいいかわからない。だから常に親の顔色を伺うようになるし、親に対して不信感を持つようになる。つまり信頼関係を、えー、築けない、ね。親子の間に安心感がない状態。 でずっと言ってる通り、親子における安心感を育てることっていうのは、やっぱ子育てにおいて一番土台の部分であり、それが一番大事だって僕は思っていて、それが持てなくなるんですね、ダブルバインドだったら。言ってることとやってることが違うかったらね。うん。なので、なので、ちゃんと言ってることとやってること、そこを統一する。しっかりそのために自分の軸を作っていくってことですね。何のために自分が生きていくのか。そこの軸をもとに、じゃあそのためにこういう子供との関わりをしていこうって、そういうことをちゃんと言語化していくって大事やね。うん。 いうことと聞かないと置い置てくよこのように言われたことはありませんかはい、えー。22分の14。あなたが心配なの。まあこれ1番にも近いよね。あなたのために言ってるのよっても近いんだけど、ね、とにかく心配性。とにかく干渉してくる。ねえー、そっちじゃないよ、こっちよって。ね、先回りしてヘルプをしてくるね。ね失敗する機会を奪うってことですよ。あのー、失敗って大事ですよね。 失敗僕たち。私たちは失敗の中で学んできたわけじゃないですかあ。こんなこと言ったら怒られたとか、こんなことやったら叱られたとか、あこうやったらうまくいった、あでもこのやり方をやると、えー、なんかね、えー、ちゃんとあの時間通りにできなかったなどなど、ね、勉強面でも仕事面でも人との関係、人間関係でもね、そういうふうに失敗をする中で自分がそこで振り返って、振り返ったっていうのはだってね、同じ失敗したくないやん。 話をしたくないから、傷つきたくないから、だから失敗しないように自分で考えて作戦を練るわけじゃないですか。そうやって成長していくわけでしょそういう成長する機会を奪うってことなんですよ。失敗する機会を奪うっていうのは。全く同じことなんですね子供。子供を困らせないようにするとか、子供を悲しませないようにするっていう行為は、失敗する機会、いわゆる成長する機会を奪うってことなんですよ。自分で考えて行動して、自分の行為に責任を持って、えー、生きていく。 それをその力を奪っていくってことなんですよ。自主性であったり、当事者意識であったり、自立心を奪ってしまうってことなんですよ。主体性であったりね。うん、それは虐待なんですね。そうなんですよ。あなたのも,しあもしあなたの親がね、あなたにね、あなたが心配なの、心配なのって言って、いつも心配して、あなたの代わりに、えー、物事を考えたり、そして行動したり、先回りしてヘルプしているようなのであれば、もしかしたらそれは えー、過干渉であり心理的虐待であり毒親の可能性もありますとそれに対してあなたがどう思っていたのかですねもっと私のことを信頼してよとかねあのー、勝手にやらないでとかね私が決めたいっていうふうに思っているんであれば思っていてそれが何かしらその影響がね今の子育てであったり、えー、人との関わりに影響しているんであればもしかしたらあなたの親は毒親かもしれないですねはい次行きましょうか子供を傷つける毒親の言葉 22分の15ダメな子はうちの子じゃないね、これもねあのー、いい子とダメな子そのいい子とダメな子って何なんてあなたの期待に応えた時だけあなたの要望通りに、えー、決めた時要望通りの道を選んだ時だけいい子でそうじゃなくあなたの思っている通りとは違う道を選んだらダメな子になるねそうなると 苦しいよねそうなると自分の気持ちを押し殺しちゃうよね。だって、親に愛してもらいたいんだもん、子供は。特に母親に。母親に嫌われたくないもん。好かれたいもん。褒められたいもん。捨てられたくないし。1、ね、人で生きていけないんですよ、見捨てられると。だから、いい子って言ってもらいたいから、親の期待な、親が何を求めてるのかって考えるわけじゃないですか。もう直接的な表現ですよね。ダメな子はうちの子じゃない。じゃあ、いい子っていうのは。 ど,などんな子なのか。それは親の言うことを聞く子。それがいい子じゃないですか。いい子になったからといって、社会で活躍できるかわからないし、その子が幸せになるかわからないんですよね、うん。むしろいい子じゃない方が、世の中に新しい発明をもたらしたいね。みんながやってないことをやる方がね、えー、そういう世の中に価値を生み出すこともある,場合ああるわけで。いい子っていうのは、指示があったら行動できる。けど、指示がなかったら行動できない。指示待ちになってしまう可能性もあるわけでしょ。 だからこそ、子供に責任感を、子供の責任感を育てる。子供に、えー、どん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 権限を移譲する。任せていくということ。エンパワーメントとも言いますけど、どんどん任せていって、子供の責任の中で行動させるということが大事よね。で、その失敗しても、それをちゃんと受け止めてあげる。ね、見守ってあげるということですね。ほら、ママが言ったとりにやらんかったからうまくいかんかったよっていうのが、どちらかというと、あのー、子供の自立心を、えー、奪ってしまう。行為の一つですね。 はい次はどこでしたっけ子供を傷つける毒親のことは22分の16あんなによくしてやったのにあんなによくしてやったのに、えー、わがままばっか言ってとかあんなによくしてやったのにこの恩知らずがみたいな感じで今やってる行動が親の期待に沿っていない、ね、親の意向に沿っていないし親の言う通りにしていない。 その行動があるから、ね、あんなによくしてやったのに、ちゃんと言うことを聞きなさいとか、ね、親,親のことをもっとねいたわりなさいとかね、そういう時によく使われる言葉ですよね。あんなによくし,たのにしてやったのに、この親不幸者がみたいな感じですよね。いやいやいや、いつまで引っ張んねんと。確かによくしてくれた。だからと、よくしてくれたからといって、あなたの命令を聞かないといけないっていうのとはまた別の話なんですよと。 くくしてれれたのか確かに感謝するけれども自分の人生は自分で決めさせてほしいそうですよね自分で選ばせてほしいそうですよねあんなによくしてやったのにだからあなたの言うことを聞かないといけないんですか違いますよね自分の人生は自分のものです親のものではありませんですよね 境界線を飛び越えて親が自分の境界線自分の領域に踏み込んでくるようであればしっかりと脳を突きつけることも大事ですよね大事ですよねはい子供を傷つける毒親の言葉22分の17「今度遊園地に連れて行くからね」と言ってそれは口だけ実現しないってこと「あまた後でね」とか、ね「今度やるからね」とか「分かった分かった」って言ってるけどそれが 実現されないってことそうするとどうなりますそうなると子供はどう思います不信感だよね。だって言ってることを守ってくれないんだもん。約束守ってくれないんだもん。じゃあ僕も別に約束守らんでええわってなるわけでしょ、ね、ちゃんとした関係を築けない。人と人との関係を築けない。人との人との人と,人との関係を築くため、いわゆる信頼関係を結ぶ,結ぶためにはね,ね、約束を守るってこれ大事ですよね。約束を守れない人のことを信じられますか 信じられないよねそう約束を守るお互いが決めた約束であったり自分はこれをするって約束を守るで約束ができなかったらごめんこういうふうに言っていたけど今日はできそうにないわってちゃんと伝えるそういうことでそういうコミュニケーションそういう対話の積み重ねによって信頼関係が、えー、作られていきそして親のことを信じられる子供のことを信じられるってそういうふうになっていくわけでしょねなのでなので自分ができない約束はしないってことですよね で約束を破ったらちゃんとごめんねと。あの時はこう言ってたけどごめん、こういう仕事が入ったから、〇〇でいいかなって。今度でいいかなって。今度何々日でいいかなって。ちゃんとまた約束をする。ね、自分が言ったことを守るということ。これ、子供との関係だけじゃなくて人間関係でも大事よね。どうでしょうか。そのようなこと言われたことありませんかはい、次ですね。えー、22分の18。でも、〇〇はできてないわよね。っていう感じね。 例えば試合に勝った。試合に勝って子供が落ちそう。うれしそう。あそうね、あ試合に勝ったけれども、あの時シュート外したよね。とかパスミスしたよね,とかね、えー100。100点取れた。100点取れたけど、国語は100点だったけど、理科は90点だったよね。みたいな感じで、できているところではなくて、できてい,きているところを認めずに、できていなかったところを指摘するってこと。 そうなると、いつまで経っても満たされないですね、子供の心は。どんなことでも完璧にしないといけないんだ。いわゆる完璧主義のマインドが植え付けられてくる。だって親に褒められたやから、親に認められたやから。だから全てをどんなことでも完璧にしないといけない。つまり自分のエネルギーが分散するんですよ。いろんなところにね。例えば国語、算素、理科社会って、これ分散されるんですよ。ね、分散される、ね。分散されるから、ちゃんとした成果を出せないですね。自分はこれが得意っていう。自分の武器を 自分の武器がない状態当たり障りに全部できるよねってねやっぱり自分の武器を磨くであったり自分の長所を伸ばすっていうことはものすごくこれからの時代を生きていくために大事ですよねなるなんか全部平均的にできるではなくて自分はこれができるってものがあるから選ばれる人材になるわけじゃないですか、ね、そのためにはねエネルギーを分散させるのではなくてエネルギーを一点に集中させることが大事ですねあれもこれもではなくて,なくてあれとこれ 分散ささせせずに集中させる、そうすることでそこに対してエネルギーが、えー、自分の資源がね投下されるわけだから成長してできなかったことができるようになって自分の武器っていうのが身についていくってことですよね。そう、それが特になんだろうな自分の好きなことであればいいですよね。好きなことであれば成長しやすいから。で、努力できるじゃないですか、好きなことだったら。何分やってもつかれへんから。 なので、子供が好きなことをやらせてあげることが大事なのに、でも、〇〇はできてないわよっていう、そういう指摘をしてしまうと、ね、自分が好きなことだけじゃなくてね、全部完璧にしないといけないっていうマインドがね、植え付けられて、ね、あの全部満点主義ですよ。そうしないと自分は認められないっていう、そういう恐れも植え付けられてね、埋め込まれてしまって、完璧主義になってしまう。だから自分が何が好きなのかではなくて、全部100点へ取らなあかんっていう思考になって、結局、どれもこれも中途半端に終わってしまうということもありませんかどうでしょうか 全部完璧にやろうとしてどれも彼も中途半端になってしまったり結局期日が遅れてしまって、えー、上司に怒られてしまうなどなどそんなことありませんかはい子供を傷つける毒親の言葉22分の19生まなきゃよかったこれは辛いなこれは苦しいなどうですかこんなこと言われたことありませんもうこれは人格否定ですね私という存在は ないいい方がいいんだこの世に何の価値も生み出していないむしろ害悪なんだ、ね、私なんか生まれてこなきゃよかった死んだ方がいいんだってなって自分に対する無価値観、ね、自己否定罪悪感自己嫌悪と呼ばれるようなエネルギーを奪うような感覚に取りつかれてしまうということですね生まなきゃよかった人格否定ですね自分には価値がないと その状態では、ね、じゃあ、どうした、その状態ではね、なかなかね、やりたいと思うこともできないし、誰,誰の迷惑をかけてもいけないって、誰かの迷惑になってはいけないってマインドが植えつけられる。でも結局ね、誰かの迷惑をかけ,かけながら生きていくわけじゃないですか。誰一人に迷惑をかけないってことは無理なんですよ。もちろん、ね、迷惑をかけるような、ね、行,行為をして OK ってわけじゃないですよ。ないんだけど、ね、絶対誰にもね、世界中の誰にも迷惑をかけないようにするって不可能なんですよ。 そもそも不可能なんですよ。迷惑をかけないような行為をするってこれ気をつけることはできるよ。気をつけるけれども、絶対何を言っても誰かしら傷つくんですね、結局。自分はこう生きたい、こうありたいって、自分が生きる、こう生きたいっていうね、ポジションをちゃんとね、明確にすればするほど、それで傷つく人もいるんですよ。自分が自由に生きていたらね、我慢してる人がね、あの人ばっかり自由に生きてずるいって、傷つくかもしれない。 そうじゃないですか。誰一人傷つけないってことは不可能なんですよ。自分がね、自分らしく生きるってことを考えたときね。もちろん、あえて傷つけていいってわけじゃないですよ。だけど、あなたは幸せになっていい。あなたは自由になっていい。あなたが自由になることで、誰が不幸になるんですか不幸になるという人がいたら、その人との関係って、これからもね、その人との関係を続けていく価値ってありますあなたが幸せになったら、相手が不幸になる。そのような関係性って、どうですか あななたを幸せにする関係性なんでしょうかねそういうことも見つめ直すこと必要ですよね。生まなきゃよかった。あなたなんかここにいない方がよかった。そんなこと言う人ってとは距離を置いた方がよくないですかはい、えー、残り3つですね。子子供を傷つける毒親のののの言葉22分の20男の子ならよかったのにねいやこれってねもう自分にはコントロールできないじゃないですか。ね、いやもう女の子なんだから私。 女の子なのに男の子になれないんですよ。努力してもできないこと、変えられないことなんですね。この変えられないことをねちねち言われるとね、ものすごくね、苦しいんですよ。だって、努力で変えられないことだったら変えるよ。だって、何もしようがないじゃないですか。女の子な男の子なら良かったのにって言われても。そこを自分に変えられないことを指摘されたり、えー、忠告されたり、何かそういうことを言われるとあの、自分を責めるしかないんですね。女の子である私を責めるしかないんですね。 自己否定ですね。存在の否定。それによって生きづらさを抱えてしまうと。自分なんてここにいなければよかったって、ね。自分なんて価値がないんだ。ってなって、ね、人の迷惑にかけないように生きなければとか、人の役に立つことをしなければいけない。そうしないと私は、ねしなきあのー、生きている価値なんかないってなってしまうと、苦しいでしょ。しんどいでしょ。はい。22分の21。お父さんにそっくりね。ねえ、これはね。 まあ何かしら自分のできていないところであったり、短所ですよね。例えば、なんだろうな、えっと、字が下手とかね、僕の場合で字が汚いであったり、なんだろうな、うん、人の話を聞かないってことであったりね、落ち着きがないっていうこと、まあそういう短所があったときに、えー、変なところばっかりお父さんに似てとかね、そんな悪いところはお父さんにそっくりね、みたいなことを言うてくる。そんなこと言われたことありませんかこれもショックですよね。だって自分という人間は、 ママとパパ、半分半分からできているわけじゃないですか。なのでお父さんを否定され、お父さんが否定されるということは、自分自身が否定されることと同じことなんですね。もうパパの悪口を言ってもそうですよ。パートナーの悪口を子供に聞かせるって言うのもそうじゃないですか。ね、あのなんだろう、もし別れたらパパとママはどっちに行くとか。これも、究極に辛い質問じゃないですか。究極に辛,辛い質問でしょ、うん。こういうような、変えることができないことに対してネチネチ言ってくる。 これも毒屋の特徴の一つですね。それを言われた人は、言われた側はね、どうなるかというと、自分なんてここにいなきゃよかった。生まれてきな、来なきゃよかった。女の子の私はダメなんだって、自分を責めてしまうんですね。自分を責めてしまう。はい。21。今21な、お父さんにそっくりなんですね。で、最後ですね。こんなままでごめんねってやつ。どうですかそんなこと言われたことありませんか ね、マ,マ,もママも自分の子育てに自信がない。自分自身自信がない。ね、あなたを幸せにできさせてあげられなくてごめんねって。こんな母親でごめんね。私は母親失格だよね。ママみたいにならないでね。ママみたいにならないでね。そんなこと言われたことありません、ね、これも悲しいですよね。自分はママが好きで、ママが大切ママのことが大好きやし、そんなママが悲しそうにしてるのを見るのも嫌やし、自信をなくしてるのも嫌やし。ね で、ママの遺伝子を、ね、持ってる自分。自分もダメなんだと。大人になったらママみたいにダメになっちゃうんだって思ってしまうと、大人になることへの、ね、希望もなくなるよね。で、自分をことを責めてしまうよね。自分はダメなんだと。ダメなママから生まれた私もダメなんだってなっちゃうよね。ねな、だこんなママでごめんねではなくて、別にどうですか自分の母親何を求めてますと、僕は、僕が求めたことは、ね、本にも書いたんだけど、とにかくね、 元気で、えー、自,分が自分が楽しいなってことだったり自分が喜びを感じることをやって毎日、えー、穏やかに過ごしてほしいなってことなんですよ。僕が母に求めることはね。 なんか完璧なママを求めてないんですよ、そもそも。英語が喋れてとか、えー、なんか手料理もなんかホテル、ホテル級に上手でとかね、えー、どんなことも完璧にできてとか、そんなこと求めてない。とにかく、親に、僕が親に求めてることは、もう僕のことはね、僕のことはもう僕は僕で幸せになるから、ママはママで幸せになってって、これしかないんですよ。これしかないんですよ。どうですか皆さん、子供の時何を求めてた親に、ね。親に求めてたことで言ったら、今、 さ大人の立場で求めてたことであればさっき言ったことねとにかく健康で楽しく生きてくれればえい,いなってことを求めてたし子供の時に親に求めてたことはもうそのままの自分を OK って言ってもらう,もうこれ以外なかったこれ以外求めていらんこれ以外は何もしていらんあもちろんね生活生活面でご飯を作ってくれるとかね学校に行かせてくれるとか、まあ、そこはねもちろんやってほしいことではあったけどそれ以外に求めることっていうのはあのー、とにかくそのままの自分を OK って言ってほしかった 価値観を押しし付けて欲しくなかった、ね、で僕の価値観、僕の意見を聞いてほしかった。それを否定せずに、ちゃんとまず受け入れてほしかった。で、その上でね、反対意見があるんだったら、ちゃんと、えー、対話するっていう姿勢の中で、反対意見を言ってほしかった。うん。人として扱われたかった。そのままの自分を認めてほしかった。これがね、母に求めてたこと。なので、それ以上のことはいらないんですよ。で僕の場合はね、皆さんはどうでしたか皆さんが親に何求めてた はい、ということで、ということでね、今日はね、子供を傷つける毒親の言葉22選ということで紹介し,し,してきました。今日はね、親の立場として聞くではなくて、冒頭にもお伝えした通り、自分が子供の時に、どんな思いで、えー、自分の親と付き合っていたのかな、向き合っていたのかなとか、自分の親に言われて、こんなこと悲しかったな、あんなこと悲しかった、つらかったなっていうことをね、ちょっと思い出させるような配信にしてます。 えー、なぜならね自分の中の生きづらさから抜け出すためには自分の痛みを通り抜けることが必要なんですね痛みに蓋をするんじゃなくて痛みを通り抜ける感じて感じて感じ切ることが必要なんですよ、うん、いわゆるそのかさぶたを剥がすと痛いんですよでもかさぶたのねかさぶたの中の方にはもうじくじくしてうんでるんですよそれをうんでる状態を、ねえー、ちゃんとね消毒して癒してあげて ね、そこを直していくことが必要なんですよ。痛いんですよ。痛いんですよ。子供のことを思い出すと、子供のときのことを思い出すとね、あのこときあ,あんなことされた、寂しかったな、つらかったな、苦しかったなって、お姉ちゃんと比べないでって、あなたが心配なのじゃなくて、私がこうしたいっていうのをもっと尊重してほしい。ね、あんたのせいで仕事ができなかった、そんなこと言わんといてほしい。ね、言わんといてほしい。いろんな辛かった思いで苦しかったことあると思うんですよ。 それをちゃんと蓋をするんじゃなくてそこにねかさぶたをね埋め込むんではなくてまずは自分でその時の感情気持ち孤独感虚しさ無価値観自己否定感そういうのをしっかり感じてあげる具体的に言うと言葉にするあの時ああいうふうに言われたことあんなことされた時ことがこういうふうに辛かったのっていうことを親に伝えなくていいですよ神に書くんですよ自分の中で認めるんですよ 認める自分を認めることで自分の中の自己肯定感が育っていく。見ないようにすることってことは自己否定です。自己否定。自分を否定する行為なんですね。ただ、えー、冒頭にもお伝えした通り、えー、苦しくなって日常生活にも影響するとか、パニックになってしまうようであれば、それは今が今向き合うタイミングではないので、今この話は聞かない方がいいと思います。おたちのこの放送もしんどくなったらストップしてねってもお伝えしています。なの,なので、えー、もしね、余裕があるようであれば、 ここら辺ね、どんなこと言われて辛かったのかなとか、こんなことされて嫌だったのかなっていうのをちゃんと認めていくってこと。認めてあげて、あの時こんなこと言いたかったな、こんなことしてほしかったなっていうことをちゃんと書き出して、子供の時にしてほしかったこと、言ってほしかったことを大人になったあなたが自分にそういう声をかけてあげるってこと。ね、しっかりと自己対話しながら自分をねぎらって、ここまで頑張ってきたわけじゃないですか。苦しい思いを抱え,抱え,抱えて、しんどかった、辛かった、 そういう気持ちを抱えながらここまで生きてきたわけでしょそこまで頑張ってきた自分を褒めてあげる責めることなんかあらへんあらへんですよ認めてあげるんですよでその上でじゃあこれからはどうやって生きていくのかっていうことを自分と相談しながら見つけていくってことが大事なんじゃないかなと思います親も子も楽になる緩める子育て著書の中ではね、まあ、こうやってね自,分自己対話するって結構難しいんですよ自分の中で対話してって難しい ので、おかちはその本を読みながらね、本と本に書かれている、まあ、おかちと対話しながら、それができるように、えー、な構成で作っておりますので、ぜひね、概要欄からチェックして、親も子も楽になるゆるめる子育て、手に取っていただけたら嬉しいです。で、この番組では、今回のようにゆるめる子育てをテーマにね、えー、子育てのイライラや自分責めをゆるめるコツや、えー、子供を自立させる関わり方やコーチング術を全力で紹介しています。明日も聞いてもええかなと思っていただいた方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押して いいいただいただ嬉しいですあとね、えー、この顔出ししてない「ゆるめる子育てラジオ」っていう、ね、シリーズね、えー、もう20本ぐらいありますありますので、えー、再生リストがこのチャンネルにありますのでそれをね聞いていただいて家事をしながらとかね、えー、通勤しながらとか洗濯物畳みながらとかそんな感じでねテレビにつけてもいいしスマホでね再生してあイヤホンつけたりとかそんな感じでもええので、えー、生活のおともに聞いていただけたら大変嬉しいです。 はい、あとね、えー、自分の,な自分の、ね、親に植え付けられたそういう間違ったルールや人生脚本それを書き換えるための実際の講座もやってますその講座の案内はね公式 LINE で案内してますので配信してますのでぜひね概要欄から公式 LINE もチェックしてください講座としてはね180日間のライフスキルコーチ認定講座とあとは60日間の生き方プロジェクトっていうのをやってます で熊野古道リトリート合宿もね、1年2回やってますので、ぜひね、えー、これが私の人生だ。自分が納得できる生き方や子育てを見つけたいという方は、えー、お気軽に講座に遊びに来てください。で、一番ライトに参加できる講座というかいう、講座というか、そういう、あの、なんだな、コミュニティとしては、オンラインサロンがあります。こちらはね、インスタグラムの、えー、サブスクリプション登録ということでね、お家ちのインスタグラム開いていただいて、トップページにサブスクリプション登録ってあるから、そちら登録いただいたら、 1 1回の、ねえー、限定ライブ配信と、えー、これまで配信してきたアーカイブ動画、もう現在、えー、2023年11月の段階ではね、えー、15本ぐらいはたまってます。そして YouTube も15本ぐらい配信してて、もう 30, 分の動画30本の動画、ね、えー、見れますので。 ぜひ、あのー、ピンと来た方は、インスタグラムのトップページ、サブスクリプションの登録から、えー、オンラインサロン仲間に入ってください、ということだ、仲間に入って、仲間になってください、ということでございます。はい、ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば、世界はキラキラと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。はい。また、もう一本撮れそうやな。 今日はね実際はね、あのー、撮影する予定やったんですよ。撮影する予定やったんやけど、あの雨が降るという、あのー、予測があったんで、あのー、撮影せずに家に引きこもっておりますということです。まあ、今、午前中なんですけど、午後からもう一本撮りたいと思います。